いよいよ本番ってわけだ。さあと、どいつから片付けてやるかな。油断しないでください。ラッパの体からも邪悪な気が感じられると思います。あの手に包まれているのは戦闘力が格段に上がり、本来の歴史と違う行動をとるんです。歴史通りになるようみんなに加勢してあげてください。順番が変わっちまった。まあいい、どっちにしても同じことだ。強すぎる。あまりにも強すぎる。クリゴーさんが来るまでなんとか時間を稼がなければなりません。クリゴーさんとゴハンさんは絶対に守ってください。頭に来たぞ。この間だけはこうしてるのにまだ倒れないで。タフな奴だった。こんな純粋なサイヤ人のパワー。クリリンもゴハンも離れてくれ。あとはオーラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。ナッパめ手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。わざわざ何しに来やがった、カカロット。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろう。天神よ、やめちゃ。そして戦闘がどんどん上がってやが。サンズアキならなナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。
天使だ。貴様のような得体の知らない奴に舐められてたまるか。すげえ、本当にすげえぞ。この二人なら勝てるぞ。人間の時の10倍にもなるのだ。そうか、やっと分かったぞ。じっちゃんを踏みつぶして殺したのも、武道会場をぶっ壊した化け物っていうのも、このわざさんか。これが大猿。こんなに大きいとは。でもあなたの力なら倒せるはずです。もう行くぞ。はい。あいつ、大猿になってやがるなんて。だが、やつの尻尾を切れば元に戻る。ごはん、あいつの尻尾を切るぞ。はい。おめえたち。尻尾を切るのは、クリリンさんたちに任せましょう。クリリンさんとごはんさんを守って戦ってください。食らえ。
しょー、俺の尻尾。切れた、尻尾が切れたぞ。やったぞ、元の姿に戻りやがった。らせて何死にたいか。やった、大丈夫か、抜けましたね。あたまる、レジスターを通しかけます。なんで止めるんだよ、クリリ。いいんだ、これで。え？この次は、オラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まりの書もちゃんと元通りです。それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが。誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうしたようにね、トランクス。やっほー。あ、どうもお疲れ様です。このお方は、この時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されている、とても偉いお方なんです。こら!トーキー!ちょっと、どこに止まってるのよ!トー!トー!何怒ってるのよ!人の頭を踏んでおいて!とても偉いお方なんです。これでもまったくもう、あの時の海王神様。ごめんごめん。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海王神よ。よろしくね。こんなですけど、一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。
ちなみにさっきの鳥は時々、私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦い、いい感じだったわよ。君たち、なかなかナイスコンビじゃない。ありがとうございます。ですが、原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な木を放つ二人組が時間を移動して、いろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。何を企んでいるのかわからないけど、嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。